5장 요한의 후크인쇼 큐쇼 1절부터 から 12절 までを読みたいと思います。 예수께서 길을 가실 때에 날 때부터 맹인된 사람을 보신지라. 弟子たちは 彼 について イエスに 質問していた。 先生 彼が 盲目に 生まれついたのは 誰が 罪を犯したからですか。 この 人ですか。 その 両親ですか。 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라. 私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。 誰も働くことのできない夜が来ます。 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. イエスはこう言ってから地面に唾をしてその唾で泥を作られた。 そしてその唾を盲人の目に塗って言われた。 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 近所の人たちは前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。 これは座って物乞いをしていた人ではないか。 그 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라 하니. そこで彼らは言った。 それではあなたの目はどのようにして開いたのですか。 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나들어 실로암에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라. 마다 카레와 카레니 있다. 소노 히토와 도코니 이루노데스카. 카레와 와타시와 시리마센토 있다. 축복을 선하겠습니다. 평안하십시오. 당신은 세계 살릴 선교사입니다. 그 항무한 땅을 기업으로 누리십시다. 오늘 이 한날 또 짧은 시간의 예배입니다만 오늘 短い礼拝の時間ですが、信仰の歩きをするよ、霊的な目で実相見なければなりません。祝福を時間になるよう願います。先週は 하나 교회를 중심 として 전도 캠프가 行われました。 대구 지역에 많은 교회들이 하나 되어져서 대구의 지역이 원리스 となって 참여한 가운데서 각계 교회로 연합해서 교회에 들어가서 인도를 받게 되었습니다. 우리 교회 또한 우리 교인들이 한 220명 정도 우리 교회도 220명 정도 参加されて備えてた現場で神様が計画した答えを見る時間となりました。この後も映像として流れると思いますが、地域教会とタラパンが開かれて重要な答えを 사실은 어떤 면에서 우리가 受けることになりました。もちろんそのような答えも答えですが、なぜ神様がそのキャンプを通してその場を作られてくださったのか、今日のタイトルように霊的な目で 実相を見るためであります。すべての答えはその霊的な目で見てからこそついてくるようになっています。実際的にメッセージの流れで聖霊充満 성령의 힘을 가지고 また 세례から 受けた 力で 神から いただいた 力を 비추めなさい。 사도행전 2장에 오순절 마가다락방에 성령의 충만함이 많으니까 그때 비로소 제자들에게 2쇼 때 그것도 영적인 실상을 보는 레테키나 열려진 겁니다. 레테키나 메데 지소 미르 똑같은 현장입니다. 늘 그 자리에 있었던 사람입니다. 이마 코노 겐바모 오나지데스. 베드로가 성령의 충만함이 임하게 되니까
ペトロに聖霊充満されていたら、いつも見ていた足のなつれた人たちを改めて見るようになりました。ペトロはこう言いました。金銀は私にない、私にあるイエス・キリストの名によって歩きなさいと言っていました。その現場のことを実際に見ることから、霊的な目で全ての実相が見えるようになるので、そこから神の誠な計画と計画を知るようになります。また先週香港で集会がありました。いろいろ確認することができました。またその香港では中国から参加された方もいました。その宗教の自由のない国中国から人たちが、その状況やさまざまな苦労な部分もありますが、それにもかかわらず地教会5つの地教会から立ち上げることを見て、また自立して教会のことを手助けすることを見て、大勢の弟子たちが立ちようになったことを見る機会となりました。彼らはその777を実際的に握って祈っていました。単なるメッセージを受けることではなく、実際的にメッセージを握ることを見るようになりました。その昨日核心の中でサングラスをかけている方が、その人たちの一人でした。その地域で20名以上集まってしまったら、その集まりができないので、またバラバラになるしかありませんでした。彼は実際的に福音がどれだけ重要なのか、その実相を見る霊的な目を持っている方でした。今日神様もその霊的な目で実相を見るように願っておられます。まず我々に肉の目があります。物事を見る目があります。また心で見る心眼というのがあります。また霊的な目、霊眼というのがあります。一番大事なのは霊眼っていうものです。その実相を見ないので、霊的な目で実相を見ないので、仕事の現場でいろんな状況の中で神の貴重な計画を逃してしまいます。霊的な目が開くほど仕事、人のこと、環境、現実に騙されないようになります。なぜ神の計画を見ますか？なぜ神の計画、神の願いが
私の心に根付いてないのですか？実際にその実相を見る霊的な目がないので、どれだけ苦労しているのか、それが問題ではありません。それより霊的な目で見る神の計画を見て、神の願いを聞いていただきたいと思います。レムナントも同じです。幼い頃からその福音に根付いてないと、さまざまなマスコミやメディアを通して騙されてしまいます。すべてのことを正しく見る霊眼が、その霊的な目を持たなければなりません。誠な神の計画を見るように祝福します。今日本文に見ますと、霊的な目が閉じられている人たちがいます。物を見る目は開いているのですが、その霊的な目が閉じられていました。まず知っていただきたいことは、物を見る目が開いた人たちです。もともと人間は神の形として霊的な存在として創造されました。創世記1章27節用に、神の形として創造されて霊的な祝福を味わう存在として創造されました。また2章7節に、하나님의영적인축복을알고누리는존재였습니다그런데息を吹き込まれて、人は生き物となったと書いてあります。しかし神の御言葉を不信仰して、それから創世記3章7節に、その目は開いたのですが、영적인세계가있고분명히하나님이계시고霊的な또천사들이있고目が閉じられてしまいました。그것을모르게되었어요왜그렇습니까영적인눈이감겨지고육의눈이밝아짐으로말미암아その영적인사실을肉の目が開いたことによって、모든인간은원죄문제속에서하나님을떠나사단에붙잡힌상태이기때문에결국은영적인실상을제대로알수없는사탄이육신의눈만밝아진상태로しまったので、その肉の目だけ開いてしまったのです。나를중심에서살아가요それで私中心、私が基準として生活しています。私に良ければ良いもので、私が嫌がったら嫌なものです。それは信仰生活ではありません。もし私には、私に気が合うんだったら良いというのは、そしたらステバンはその石に投げられて死ぬ必要はありませんでした。生活を判断하고그렇게살아가는것입니다。왜냐전부다영적인사실을모르기때문에全ての意図は、그리고또창세기6장에나오는것처럼霊的な事実を知らないからです。また創世記6章には、全てのことは物質が中心となっています。それに
それによって価値をつけてしまいます。また創世記11章で成功を中心として人を判断する基準となりました。あの人が成功するものかしてないのか、そういうことで人のことを判断してしまいます。しかし問題なのは、未信者たちはそうであるとしても、神を信じる人が福音をちゃんと知らないので、福音のことをちゃんと知らずに、創世記3章と6章11章が中心として生活をしています。単なる未信者の話をしているわけではありません。福音をちゃんと知らなければ、また霊的な目が開いてないので、己物質成功を中心として生きています。私たちが学んだ知識やそのことが中心として生きています。また神のことを否定することが国に対し成功が基準となっています。第2コリント10章5節、神のことを構いなく未信者ではないのにもかかわらず、その未信者のような生活をしていることを、またマタイ12章43節にから45節まで、出てきた人が帰ってくると家は空いて掃除されていったと。そこで出かけていて、自分より悪い他の霊が7つ連れてきてと書いてあります。家は空いて掃除されていて、それは陸の部分です。陸の考え方です。私が努力して心を無にして、そういうのが悔い化されば されるほど、結局は陸の部分だけ残ってしまいます。そのすべてのことは陸的な部分です。なので時間が経てば経つほど、陸の目が開いてから内面を見るんではなく、おわべだけ人のことを見てしまいます。ほとんどの人は、そうです。おわべだけ人のことを見てしまいます。なので、それが正しいのか間違っているのか、そのすべてのことを世の中の基準として見て判断してしまいます。今日本文のパリサイ人もそうでした。そのパリサイの人は
이 사람이 이렇게 된 것이 부모의 죄냐 자기의 죄냐 오늘 2절에 나오죠. 今日2節のように彼が盲目に生まれついたのはこの人が犯罪を犯したからかまたその両親のためなのかと言っていました。その立法的な肉の目でその盲目の人を見ていました。立法はそのキリストにたどり着くためで許してくださったものです。しかしその立法を基準としてその盲目の見て判断しているのを見ることができます。そのおわべだけ見てしまったのでその盲人は見るようが何より答えですね。その根本の問題や見ることはできずになぜ安息日を守らないのかと。またその盲目の人が目が開いたことを証言しましたが そのことも信じていませんでした。今日の18節に見えるようになったということを信じなかったと。その結果イエスのことを罪人の扱いをしてしまいました。24節に神に栄光を返しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。その目に証拠があるのにもかかわらず信じませんでした。またさらに罪人だと言っていました。内面を見ることができずおわべだけ見ていました。おのおの現場で見るべきことはその内面のことです。その根本の問題は神から離れた問題、その内面の問題をよく見なければなりません。間違ってそのことを間違って見てしまいます。さらに聖書の知識を持っているのにもかかわらずそのことをしっかり見ていませんでした。むしろ自分のことを自分たちをモセの弟子だと主張していました。モセは誰ですか？神のことを一番モセ古書を書いたのがモセです。そのサタンのことを砕く女の子孫として来られた。また主に敬意に捧げた。また聖堂の蛇、それらのことを記録された人物がモーセにもかかわらず
その自分のことをモセの弟子として名乗っていましたが、イエスのことを信じていませんでした。キリストを知らなければ、すべてのことを間違って見てしまいます。すべてのことが終わりだけ見てしまい、正しい知識を知ることができません。そのよう知らない状態にあります。모든것을바르게보고그리스도로말모든사람들을살리는그런자리에서게되어지는것입니다오늘이시간에우리모든성도들영적인실상을보고눈이열려질수있는지수와지수를미르그리스도손오크기요그속에가는저와여러분들을주여축원합니다축복합니다두번째입니다영적인눈이열리게된영인에대한부분이오늘본문에나오죠영적인눈이열리게된오늘읽지않았습니다만은9장3십절오늘본문에보면은이맹인은본문의말씀에순종함으로결국눈을뜨게된사실을보게됩니다하나님의말씀에예수님께서말씀하신맹인에게시다가때맹가열리게되었습니다만약에7節のように白アームの池で洗ったのです。もし従わずにその近所にある水で洗ったら直されることはなかったのですが、そのイエスの言葉を信じて従って直されました。ヨシュア1章1節から9節見ますと、その指導者としてヨシュアが立てられましたが、その3節に見ますと、足の裏で踏むとところはことごとく あなた方に与えている。また8節に내길이평탄하게될것이고내길이형통하게되리라この立法の章章は全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることは繁栄し、また栄えることができるからであると書いてあります。全てのことは神から約束された御言葉を握るその時から行われます。単なる御言葉を聞くのではなく、たびたびに神の御言葉を私にくださる契約として握っていただきたいと思います。そうすると、その神の神様が御言葉を成就されることが見るようになります。今日目を開いた盲目の人は、神の御言葉を従って目が直されたのですが、誠な弟子は神の御言葉を握って信仰で神の御言葉に従う人たちです。現場で神が計画されていることを確かめることは、その神の御言葉を握って현장에너무많아요말씀붙잡고자기있는현장에서하나님의계획과自分の現場で神の計画と神から与えられた祝福を味わいながら、多くの人レムナントたちを見ることがあります。한사람한사람이제자로세워지는一人一人が弟子として、弟子として
立つことを見て、私自身ももっと確かめる機会となって、誠な祝福を味わうことになりました。しかし、そのさまざまそのそれぞれの現場にいるレムナントたちを助ける人たちがありません。しかしながらそのレムナントたちはそれぞれの現場で自分自身で御言葉を握って、その神から計画された道を歩いているのを見ることができました。ある日オランダからレムノンたちと出会って話す機会がありました。それぞれの国籍を持っている人でした。そのオランダの隅っこの小さな町から小さな町にいるそのレムナントのポーラムを聞いて恵みを受けました。そのレムナントたちの一人の子から始まったその福音運動が今は教会としてなりました。アブラメが하나님께서너로말미암아천하만민이복을받게하겠다그말씀의성취가御言葉の御言葉が成就されることがヨセフを通して成し遂げられたように、そのエジプトや自分の家庭を生かしたように、사실이스라엘백성들이노예로노역고역으로일하고있는이스라엘의타미비토와노래도시대세왕이일어나가지고산파에게지시를했어요이스라엘백성들을살피다가아이를낳거든산파들이아이를낳을거아닙니까그때남자아이거든무조건다죽이라그자리에다죽이라했어그런데불구하고요게벳은결단한것이죠요게벳결국아이를낳고석달동안에코운데길리우면서그게성경에보면히브리서11장에보면은3ヶ月간하나님의아왕의명령을두려워하지않아요育ている家に무슨말입니까오노메대오왕민이복받게하다그은약붙잡고결단했음을恐れられることなく그말씀붙잡고결단을모세로말미암아이것도와내기때결단을しました기중하는응답들을이루게そしてから모세오요수아2장에보면은時代を生かす指導者として育ちました。그런데그정탐꾼숨긴그숨김이결국은이스라엘백성이나중에너로말미암아천하만민이복받게하겠다가나안땅을정복하는그은혜의성취를이루는일에신분을하는자리가되었습니다무엇을말씀드리고싶느냐여러분언약붙잡으면은계약과그언약을누가이루시느냐하나님이이루신다는사실을붙잡아요그계약과ことを神が成し遂げられる成し遂げられてくださいます。そしてこの名人は実際に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 다른사람들이아무도알지못하고있었는데다레모시나나이그리스도예수를믿는믿음을가진믿음을가진사람이있다는데스가그리스도예수를믿는그리스도예수믿음을가진사람
신지를 신고 모츠 기도되시다. 표현의 35세트니 彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？38절입니다. 38절입니다. 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 38
것이다. 이 맹인은 예수께서 그리스도이심을 믿는 믿음을 가지고 있음을 우리에게 말씀합니다. 그렇습니다. 우리가 예수께서 그리스도이심을 믿는 믿음을 가지게 될 때 그때 비로소 우리에게 영적인 눈이 열려지게 됩니다. 그리스도 알면 알수록 그 속에서 나오는 응답이 뭐냐? 영적인 세상을 보는 눈들이 지르게 되는 것입니다. 레테키나 지소 19절에 중요한 말씀하고 이사야에 하신 말씀을 말하고 있는데요. 4장 17절부터 19절까지 한번 보면은 루카 선지자 이사야의 그런 이렇게 기록된 대를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하셨으니 예언자 이사야의 기름을 부으시고 때가 왔다 살았는데 그 서를 펼칠 때 거기에 돼 있는 곳을 발견하였다. 자유롭게 하고 여기 그리스도의 하신 일을 말씀하고 있습니다. 어떤 일을 하셨느냐? 죄의 포로된 자에게 십자가에 피 흘려 죽으심으로 말미암아 참 자유를 주셨습니다. 그게 그리스도의 하신 일이에요. 그리고 마가복음 10장 45절에 우리를 위해서 대속물이 되셨다 말씀하시면서 로마서 8장 2절에 보면 죄와 사망의 부에서 너를 해방하였습니다 말씀하고 있습니다. 그리고 그리스도께서 하신 일이 무엇입니까? 영적인 눈이 멀어서 하나님을 알 수 없는 자에게 다시 하나님을 알면서 영적인 사실을 알도록 하셨습니다. 참 선지자로서 그래서 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께 나오는 자가 없다 말씀하십니다. 하나님을 알도록 하고 영적인 사실을 알도록 참된 선지자로 그리스도입니다. 그리고 마귀에게 눌린 자를 완전히 자유롭게 하는 참된 왕의 일을 하신 것입니다. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 다이지언의 산쇼 하세츠니 히브리서 2장 14절 15절에 보면 마귀를 없애시고 신인의 ために 무슨 말입니까? 참된 왕으로 히브리서 2장 14절 15절에 마귀의 일을 멸하셨다는 사실을 말하고 있습니다. 여러분 悪魔という死の力を持つ者を滅亡し、そのキリストのことを信じてからこそ、その霊的な目で見るべき実相は、三位体の우리에게 주고 성취시키시고 이마모 성자 하나님께서 세 가지 저주를 해결하시고 그 속에서 우리를 구원하시고 성령 하나님께 지금 또 우리를 함께하시고 우리를 같이 버려두지 않으시고 성령 하나님께서 우리 안에서 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 말씀의 인도를 받게 하시고 결국은 승리케 하시는 능력 가운데 승리케 하시는 성령의 능력 성령 성삼위 하나님의 축복된 역사가 영적인 실상 중의 실상인데 그 축복의 역사가 언제 어떻게 능력되느냐 그리고 이름으로 말미암아 성삼위 하나님의 역사가 내게 내 속에 나와 관계된 모든 현장에 임하게 됩니다. 그리고 성삼위 하나님의 역사니까 그리고 이름으로 말미암아 보좌의 축복이 나와 관계된 모든 현장에 미아따라키 여러분 하지마이마스 배경은 보좌입니다. 우리들의 배경은 3절에 예수님께서 40일 동안에 하나님 나라의 일을 말씀하셨다 말씀했죠. 우리의 배경이 보좌라는 말이에요. 빌립보 3장 20절에도 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 말씀했습니다. 그리스도로 말미암아 성삼위 하나님의 축복이 내게 임하고 성삼위 하나님이 내게 임하니까 그로 나타난 축복된 영적인 실상이 뭐냐 보좌의 축복의 역사들이 내게 나타납니다. 그 보좌의 응답 가운데 우리의 배경이 보좌요. 그리고 실제적으로 우리의 모든 걸음걸음마다
보좌에 앉으신 주님께서 천사를 동원해서 우리를 지키시고 보았는데 심지어 우리의 모든 기도를 하나님께 천사를 동원해서 신부름하는데 보좌에 신부름하게 됐습니다. 그럼 여러분이 기도할 때마다 시편 103편 20절에서 22절에 있는 말씀처럼 천사들이 동원되어지고 천군들이 움직이며 주의 사자들이 동원되어지는 이런 엄청난 축복된 역사들이 보좌의 배경을 갖고 있는 22절에 여러분에게 미코토바를 통해 천사가 오츠가이오 카미노 코코로미오 나시토게를 실상 중의 실상인 성삼위 하나님의 그냥 축복된 의미다. 코코로미오 성삼위 하나님이 나와 함께 하심으로 말미암아 이루어지는 보좌의 배경과 보좌의 능력과 축복을 가지고 시공간 초월해서 2, 3, 7 나라 살리는 그 축복된 응답들을 그리스도로 말미암아 우리에게 주셨다는 거. 그게 눈들이 열어지는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원. 그리스도를 통해 영적인 사실을 볼 수 있는 눈, 영적인 실상을 볼 수 있는 눈이 열려지게 되면은 일에 속지 않고 사람 때문에 힘들지 않고 환경과 현실에 속지 않게 지수를 믿대. 오히려 그러고 밑에 코서 겜바데 담아사레즈니 보여지고 하나님의 약속들 붙잡고 승리하게 되고 하나님이 가라 계획하셨다. 것을 밑에 승리する 요니 나리마스. 우리 모든 그름이 맞다. 우리의 여정이구나 알게 되어 있습니다. 여러분 지금 힘듭니까? 생활 속에 있고 것과 고난의 시간이라고 생각하는 계약의 旅であり니다. 그것 자체가 은약의 여정. 지금 그러시 조교니 한 사람 한 사람을 세우셔서 하리마스카. それ 자체가 살리는 계약의 旅の 中の 一つです. 여러분 강야 없이 가나안 땅에 못 들어갑니다. 물론 강야는 이스라엘 백성들의 불신을 통해 가지고 강야 흐름들을 시작해 하셨습니다마는 가나안에 가입할 것도 되지 않습니다. 하나님의 중요한 큰 계획이 아소코니 하나님의 큰 계획을 알고 실수해서 실수하지 않았는데 시험이든 상관없이 그 모든 것들은 바로 언약의 여정입니다. 아야마치 오시다도시테모 스베테노 소노 고토모 일어나는 일들에 그게 묶이지 말고 그게 빠지지 말기를 바랍니다. 계약의 답이 너무 잘 된다 들뜰 이유도 없어요. 사실은 음악그 안 된다고 해서 낙심할 이유도 없는 것입니다. 왜냐 나의 모든 걸음은 은약의 여정 속에 있는 것이다. 오이딴데야나크 그렇다면은 맞다. 마지막 말씀을 마무리하겠습니다. 이 은약을 음악그 이까나 데모 오치코모 필요하리마센 누리는 힘을 가지고 있어요. 은약의 여정을 가기 위해서는 우리 개인이 계약의 누리는 타비오 이끄 타미니와 히토리데 기억하세요. 많은 것들 하지 하려고 하지 계약의 치카라오 아지아우 5분만이라도 스미 타임을 가지세요. 소노 치카라가 히치오데 아리마스. 5분만이라도 스미 타임을 히토리데 그러면은 아지아우 사미트 타임을 여러분도 모르게 망대 여정 이정표가 멋지요. 만들어집니다. 스미 타임을 가지세요. 持っていなければなりません。 여정도 이정표도 만들어지게 돼 있습니다. そうすると 이럴 때 이 축복을 누리면 나중에 어른에서 성공합니다. 予定の中で 미추시루베가 어른됐을 때 힘들고 어렵게 되어지는 겁니다. 그래서 5분만 해도 모든 렘넌트들은 스미타임 우리 모든 성도들 하루를 시작할 때 일하기 전에 기도 속에서 일이 되어지도록 아침에 눈을 떠서 무엇보다도 힘을 얻는 밥을 가지는 시간을 가지고 또 아사가다니 이노테일 우치니 그런 많은 만남들이 일일이요 하지메테 이타다키타이토 오마이마스. 소노 나카데 갖게 되면은 그 만남이 응답으로 일일이츠노 나카데 노 데아이노 나카니 모든 것을 정리하면서 작품을 남겨야 합니다. 결국은 다른 사람에게 전달할 수 있는 미코토바우 조조 사레코토 미테 마타 요로니 그래서 아침과 낮과 밤 시간 밑에 있다다 있다 모노 우리 모든 성도들은 정말 아침과 낮과 밤 시간을 통해 삼 집중하게 되는 세리스를 그게 세 가지 세트 시간 또 날입니다. 날마다 한 주씩 응답들을 가지고 새롭게 말씀이 이어지고
그 속에서 神の御言葉を確認して、다른응답들이보여지면서또그걸통해서빛을비추고그걸통해사람을살리게되고그것을통해서하나님과소통하는비밀가운데다른사람과소통되어지는그런복된응답이나타나면서결국모든문제와사건과일들속에서모든것을찾게됩니다그러면은사람을보는것을흔들릴수있는절대망대가딱만들어집니다하나님과은혜의은혜가흐르는여러분들이매일의매일의삶속에서여러분많이힘을얻으시고집중그때까지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